ありがとうございました。列車はあと3分ほどで終点高知に到着いたします。お客様にお知らせいたします。本日ご乗車いただきました2009列車は1989年から約30年と長きにわたり特急南西号並びに特急四万十号で活躍してまいりましたが、その役目も本日で終わりとなります。世界初の制御付き振り子機動車として日本の鉄道史に多くの功績を残してまいりました。また土産線の高速化に大きく貢献し、雨の日も風の日も険しい四国山地を運転してまいりましたが、そんな列車も本日からは新型の2700系機動車に電動を引き継ぎ飾られていくことでしょう。2000系列車はこれからも活躍する場はございますが、南空港で使用していた流線系の車両は本日で最後となります。私ども乗務員も最後の列車に乗務できたこととても誇りに思います。2000系列車がここまで愛され続けてきたのも多くのお客様、また多くのファンの方々のおかげでございます。本日は最後までご乗車いただきまして誠にありがとうございました。2000系最後までお疲れ様でした。たくさんの思い出をありがとう。そしてさよなら。列車はまもなく終点の高知に到着いたします。ただこの列車は高知駅到着後車庫に入る回送列車となります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。車内に落とし物、お忘れ物、また本日の2000系との思い出もお忘れずにお迎えください。まもなく終点高知に到着です。右側ドアが開きます。開くドアとお足元にご注意ください。本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございました。